園児たちの寒中水泳が長崎県島原市の竹島海岸で開かれました。開いたのは市内の若草保育園で、5歳から6歳の園児26人と小学1年生から3年生までの学童12人、それに先生や保護者など合わせて48人が参加しました。園児たちはまず海岸近くの竹島神社に参拝し、今年1年の健全をお祈りしていました。この日の気温は摂氏10度、海水温は13度で、準備体操として防波堤の600メートルほどを走り、体をほぐしました。学童クラブや先生たちに続き、園児たちも精よく海へ入りますが、膝ぐらいまで入るとあまりにも冷たい海水にすぐさま引き返す園児がほとんどでした。寒くないでしょ。寒い。どこやったかな。寒い。どうですか。寒くないです。冷たさに馴染んだ後、学童チーム対園児たちの海中綱引きが行われました。園児たちはロープを手にしましたが、冷たさに負けてしまい、次々とロープを手放し、学童チームの圧勝に終わりました。砂負けたよ、みんな逃げてしまったから最後まで引いたかな。最後まで頑張った。頑張った本当、はい、1個でいいです。
もっといるか、はい、私は職員やる、行けますな、もう変わる橋持ったら持ち手なくて、そうそう、で今日は全然作ってやってどうですか、どういうこと、子供たちからパワーをもらってます、うん、それを生きがいに手伝ってますか、あと2つください、はい、この寒中水泳に参加させて、お母さんとしてどんな思いますか、心配でしたけど子供の笑顔が見れて年明けからいいスタートが切れたと思います、去年から来て2回目に見に来たんですけど、今回は水が暖かかったのもあるんですけど、すごく元気いっぱいに水に入ってて、去年はビービー泣いてたので成長を感じましたし、毎回見るんですけど子どもたちすごいなと思って、いつもこっちが驚かされます、もうまた正月年の初めにとてもいいことを見させていただいて感動しました。父兄の方で、来年はまたぜひ参加したいと、それで、私も一緒に入るという奥さんがいらっしゃいましたが、まあいいことですけども、それが一番いいことですよね、この冷たさの親と一緒に感じるというのが、やっぱりこの、ね、から元気とか、そういうのから本当の元気、勇気につながる体験と思うとですよね、口で言って育つものやない、ね、この実際の冷たさを肌で感じることが、すぐすぐどういうことってないんですけども、やっぱその子の大きくなっても何らかの形で残るんじゃないかなと思いますね、この後マイクロバスで観光旅館へ移動して島原温泉に無料招待され体を癒します。今日の体験を通じて一回り強くたくましい子供に成長することでしょう。